マンセットビヨンドイン。EXILE の松がお送りしていますワンステップヨンド。今週はですね、 EXILE のボーカルの高弘と一緒に居酒屋 EXILE からお送りしています。よろしくお願いします。さて、それではですね、今日は特別に高弘来てくれてるのでね、はい、高弘の、ね、ことをねちょっと根掘り葉掘り聞いていきたいなと思います。お手柔らかにお願いします。じゃあまあ、軽いジャズから、はい、ね、いきますね。はい、高弘さん、彼女はいますか？これぶっちゃけるんですね。ぶっちゃけとこですね。いません。おお。いや、今冗談でいますって言う。どっちにしようか悩んだよね。悩んだんですけど、ドン引かれると、そうだね、この後に結構影響を及ぼすので。しかもジャブどころじゃない人。ジャブどころじゃないね。はい、KO パンチだね今。では言いません。あ、なるほど、はい、じゃあまあまあまあ本当にね、手軽なところから聞いていきましょう。はい、朝起きたら最初にまず何をしますか？何しますかね。とりあえず、僕寝るときにいつもマスクつけて寝るんですよ。おお、まあ、朝起きてマスクを外し、うがいをし、そして EXILE モバイルのエグトークを見ほうっていうところから始まりますかね。おお、はい、じゃあちょっと流れで、はい、お風呂に入ったら、はい、どこから洗う？なんか質問違うかこれ。聞きたい人。あ、聞きたいんだ。やっぱお風呂、どこだろう。まずもうザブッとシャワーをかぶって頭洗いますかね。頭から、なんていうんですか、収録とか多めなんで、こうスプレーとか使ってて、体は今誰かチンって言いましたね。それはあかん。それはあかんで、それはあかん、あかんで、あかん。初恋はいつですか？初恋は3歳。早っ。はい、結構おませさんだったんで、まあ幼稚園というか、一緒に行ったんですけど、もう帰りの中央しつつ、みたいな、結構おませさんだったらしい。覚えてない、覚えてないんですけど、その辺は。お昼寝の時間に一緒に寝たらしい。おませだね。はい、ということでね、じゃあ続いていきましょうか、ね、はい、じゃあ EXILE メンバーでこの人謎だなと思うのは誰ですか？謎、誰？謎キャラというと、はい、誰だろうな。ネッサンじゃないですか、やっぱり。ネッサン、ネッサン、ほう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 。まあ家電芸人ならぬ家電アーティスト、家電アーティストね、としてやっていらっしゃるじゃないですか。うん、あとやっぱりアイドル好きっていうところ。アイドル好きですね。アイドル好きなところ。でもね、そこは逆にね、オープンにしてるところも僕は好きなんですけどね。いいですよね。うん、はい。やっぱり秋元康さんです。そう。そこだね。はい、うん、惜しいね。まあ、この間会わせてもらったんですけどね、大ファンになりましたね。うん、はい、いや素敵な方ですよね。素敵な方、はいはい、他に誰かいますか、謎だなと思うメンバされたじゃないですか。うん、だからもう人の回復力の本当に10倍ぐらいの速さで治ったんですよね。もう針1日何回も打ったりとか、すげえなと思ったんで、皆さんにすごいっすね、その努力、半月で治ったっすねみたいな。めっちゃ早かったもんね。はい、半月で治ったっていう、その半月っていう言い方が、なんかその長く感じたんですよね。うん、いや1週間とちょっとで治ったな。いや、それ半月、それを半月と言うんです。そうそうそう、っていうところもあったりとか。ねえ、アキラそういうところありますからね。愛すべきですよね。はい、正確です、ね、はい、今ちょうどね、アキラレッドクリフの舞台をやっていますが、はい、これからね、レッドクリフ、まあ、マキダイもアキラもね、はい、舞台がありますね。足を運んでいただければと。はい、はいはい、じゃあ、ということでね、この辺でね、高井の質問コーナー終わります。はい、はい、このぐらいで良かったです。EXILE、今年はドームツアーを控えています。はい。
おー、嬉しいですね。はい、すでにですね、スケジュールなど発表されていますが、はい、今年のね、これからの EXILE について高井戸から会場の皆さん、そしてリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。はい、EXILE はみんなメンバー一同